本能で攻撃を防いだのだ。チャンスだ、これがチャンスだ。やはり最悪の時にチャンスは訪れた。ヒラークイーン、その空気弾を爆弾に変えろ。勝った、接触弾に変えた。触れるだけで吹っ飛ぶこの至近距離。ジョウスケ、お前の今のそのダメージ、お前にはこれをかわす体力はない。キラヨシカゲ、接触弾だって。ジョウスケさん、ガラス片でも木でも何でもいい、ぶつけて防御して。カット、私の人生は最悪の時にいつもそうなんだ。運はこのキラヨシカゲに味方してくれるんだ。暗闇を歩いてるとよ、光が見えて、俺の死んだ兄貴に会ったんだ。兄貴の慶長さ、どこへ行くんだ奥安って聞くから、俺は兄貴についていくよって。だって兄貴はいつだって頼りになったし、決断には間違いがねえから安心だからな。そしたら兄貴は、お前が決めろって言うんだよ。奥安、行き先を決めるのはお前だってな。俺はちょっと考えてよ、森王朝に行くって答えたら目が覚めたんだ。とても寂しい夢だったよ奥安。てめえこんな時にのんきして夢なんか見てんじゃねえぜ。おほほ、その悪態のつきぶり、その傷の割にはよ、結構大丈夫そうじゃねえか。やかましい、生きてんならよさっさと目を覚ませ。こらバカな、運命はこの嫌いヨシカゲに味方しているはずなのに、チャンスは私に訪れたはずなのに。ストレイキャット、もう一段食らわせろ。Thank you.